毎度、徹子です。米国経済専門誌フォーチュンが、米国の自動車市場で、現代自動車のジェネシスは、日本レクサスをしのぐ車であると報じました。レクサスの米国シェアは第2位で、1位の BMW と3位のメルセデス・ベンツでしのぎを削っています。どこに、ジェネシスの文字が出てくるのかな？むしろジェネシスブランドを立ち上げた重要キーパーソンが抜けたことで、新車販売計画も白紙化されて暗礁に乗り上げています。ニュースの詳細、フォーチュンは30日オンライン版の記事で、スポーツ用多目的車 SUV のラインナップが老朽化したため、レクサスがライバルブランドに遅れをとっているとし、ジェネシスはレクサスが以前に提供した快適でストレスのない乗り心地とリーズナブルな価格を再現していると述べた。ジェイク・フィッシャー、コンシューマーレポート自動車テストシニアディレクターは、レクサスは過去の栄光を失っているのに対し、ジェネシスはレクサスからバトンを受け継いだと述べた。レクサスは30年前にメルセデス・ベンツと BMW などの高級ブランドを目指して発売された。かつて米国の自動車市場でのシェアは 18.2% を占めていたが、現在は 13% に落ちた。米国市場で不振に陥った理由は、急速に成長している米国 SUV 市場に取り残されたからである。米国市場で SUV の需要は爆発的に増加しているが、レクサスは SUV ラインナップの新モデルが10年以上出ていないとのことです。マジで言ってる？フォーチュンは現代自動車からお金をもらっているのかな？アメリカの自動車メディアによると、2015年3月のアメリカでの高級車販売台数のランキングで3位だったレクサスが、ベンツを抜いて第2位になったと報じられています。トップは BMW です。この3社でしのぎを削っているんですが、現代グループのジェネシスのジェの字も出てきません。どう考えれば、ジェネシスがレクサスにとって変わることができる存在って考えることができるのかな？この結果は、決してベンツが不調であったわけではなく、むしろ好調でした。その状況でレクサスが伸ばしたってことは、それだけの魅力があったということ。フォーチュンは、レクサスが SUV の新モデルを出していないと言っていますが、売上増加に貢献しているのが、レクサス NX とレクサス RC の2車種。記事を書いた人の目は節穴みたいですね。アホなんですか？レクサスと張り合う前に、自分自身の現状とちゃんと向き合いましょうね。現代自動車の高級車ブランドジェネシスは、誕生から4年経つんだけど、今最大の危機に直面しているんです。韓国を含むグローバル市場における年初から先月までの販売台数は 71,411 台で、ブランドが誕生した2015年から4年間の販売台数は合計 302,573 台、国内 215,840 台、海外 86,733 台です。韓国内で最も売れていた G80 は、モデルの老朽化で、販売が急激に落ち込み、他のモデルも伸びていません。落ち込み分を巻き返すと、期待されていた初の多目的スポーツ車 SUV GV80 は、当初11月末の発売を計画していたんだけど、明確な理由なく延期され、現在も発売日は決まっていません。ランボルギーニから引き抜かれて、現代自動車のジェネシスブランドを立ち上げたマンフレッド・フィッツジェラルド副社長が会社を去ったことで、ジェネシス計画は宙ぶらりんの状態になっているってことです。フィッツジェラルド副社長も、従業員がスマホでスポーツや映画を見ながら、車の組み立てを行っていたというニュースや Wi-Fi サービスの中断に反対する労組がストライキをしたりする会社に見切りをつけたのかなって思います。こちらが韓国国民の反応です。スマホで映画を見ながら組み立てるってすごいよね。まるで達人のようです。そうやって生産されたら、どんな品質になるか話すまでもない。スマホをいじって、屋内でタバコを吸って、その手で組み立てた車。さぞよく売れるだろうね。スマホを見ながら作った車に誰が乗るんだ。組み立てラインのリストラをすべきだ。
自分の考えるジェネシスの失敗要因は、1位値段、2位燃費、3位サスペンション、4位帰属労組、5位オプション、6位自国民をコケにするやり方だ。値段が高いばかりで、燃費も外車より悪い。いろいろ未熟なのに、誰も乗らないよ。売りたければ、外車より2割くらい安く売るべきだ。帰属労組の賃金を下げればいいでしょ。何が高級ブランドだ。ジェネシスだけのセンターもないし、エンブレムはパクリだ。ジェネシスも、今でも SUV ラインナップがない。いたずら記事ですか？私はロスに住んでいるけど、ジェネシスを週に2回は見かけます。アメリカに住んでいるので、こんなバカ話は理解できない。レクサスは高級車、現代車は安い大衆車という認識が一般的です。レクサスは、販売から10年を超えたが、SUV のラインナップが一つだけだ。レクサスは高級車と認めます。米国の高級住宅地に行ってみれば、ほとんどドイツ車か日本車。RX ラグジュアリー SUV は、アメリカ人のお金持ちが、最も買いたい車の一つです。新しいモデルが出てこないのではなく、レクサス自体が、モデルを頻繁に変える戦略をとっていない。最後まで見てくれて、ほんまにありがとう。意見や感想をコメント欄で聞かせてくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。